恵みを見んのよ。未来なんてあるのかよ。お兄ちゃん。ただしこれは秘術だ。人払いをしてくれ。はい、どうもこんばんは。はい、こんばんは。はい、ということでですね、はい、6回目、カモンマテリアル、はい、始まりました。はい、はい、マテリアルの坂部です。はい、カムエンターテインメントの日浦です。はい、はい、なんか帽子新しくなりましたね。あ、そうなんですよね。はい、この間ね、ちょっとクラウドファンディングの、リーフレットをお願いに、僕の地元の八尾に行ったんですよ。はい、昔の八尾西部ってあったの知ってます？いや、あ、はいはいはい、わ、うん、かりました。八尾西部だ。あ、ただね、ただね、うん、ちょっとね、違和感あるんですけどね、うん、画面に、うん、今多分ね、うん、僕帽子の話しましたけど、うん、見えてないっしょ。ああ、これはなんでですかね。うん、そうですね、はい、はい、前々回ですね、前々回に、前々回、はい、髪の毛長いねんって言って、はい、どうしようか迷ってるんですっていうことを、はい、皆さんに、コメントでね、はいはい、投票していただいて決めましょうと。はい、切ったらいいのか、はい、切らなくていいのか、はいはいはい、ということで、皆さんに投票してくださいとお願いしました。はい、その答えがここにあると、はい、はい、で投票した結果ですね、結果、じゃじゃん、なんと、はい、どちらもゼロ票だったっていうね。誰も見てへんか、まあまあ興味ないよね、興味ないよね。はい、ということで、ということでですね、はい、と、はい、でこんな感じで、はい、前のまんまです。まんまです。まんまです。まんまですというか、はい、7月22日クラウドファンディングの最終日ね、はいはい、まで、このままでいこうかなと。あと10日ほど、はい、と12日ほど。そうですね。あと12日で、切りますので、はい、それまでは、これで。まあ、12日経ったら断髪式というか、はい、はい、という感じでやりたいと思います。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、すいません、ちょっと止めちゃいましたけど。はい、いい、そう、ね、で、その前は八尾西部やったのが、はい、今、リノアスって名前変わって、はい、またいろんな、お店が入ってるんですけど、はい、で、そこでちょっと素敵な帽子屋さんを見つけてしまいました。そうなんですよ。で、僕、帽子結構好きなんで、はい、帽子結構持ってるんですよ。はい、いや、これでもいいんちゃうかなと思って、思わず手に取ったんですけど、はい、これじゃないんですよ、はい、これじゃなくて手に取ったやつがオレンジ色やったんですよ。おお、オレンジ色、オレンジ色やったんですよ、はい、すごいオレンジ、もう目の覚めるような綺麗なオレンジ色、はい、いいなと思って手に取ってかぶろうとしたんですけど、はい、ふってその時に、あ、これかぶったら俺まどかひろしになってまうわと思って思わず置いてで、隣にあったこの黄色い方を選んだという感じなんですけど、オレンジの帽子がまどかさんがかぶってそうな、まどかさん、オレンジにね、濃いブルーのね、このなんかこのラインが入ってるんですよ。もう思いっきり窓が広しなくて、窓っぽいですね。ちょっと被らんようにしようと思って。どうですか、でもマテリアルなんか、はい、まあね、7月からまあいろ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 攻めてらっしゃいますけど、そうですね、まあ、ちょっといろんなやつやって、はい、イベントをやってるんですけども、はいはい、今週の月火水と、うん、500円のランチを半額という、500円半額、インスタランチ半額キャンペーンっていうのが、何それ、まあそこそこ来ていただいた、そうなんですか、はい、すげえなそれ、ほうほう、まあ、いい感じだなと。だって250円ですよね。そうです、まあ、ちょっと条件があるんですけどね、ちょっと条件があるんですけど、はいはいはい、それをまあクリアしていただければ、うん、500円のランチが半額、250円で食べれる、うわすげえ、はい、そういうのをやってますんで、はい、またちょっとやりたいなとは思ってるんですけど、なるほど。であとね、まあ、ここで今使って撮影してるじゃないですか、はいはいはい、でその、まあ、うちの機材使ってもらって、うん、ライブ配信できるんですよ、 YouTube でね。お、はい、なんかほんまに手ぶらで YouTuber っていう企画をちょっと上げて、おお、なるほどなるほど、はい、3時間で5000円で、はいはいはい、もう手ぶらで来ていただいていいので、
自分の Google アカウントだけ持ってきていただければ、はい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 、はい、まあ、最初だけね、一日ちょっとセッティングの時間かかるんですけど、はい、ライブ配信するので、はい、それだけクリアしていただければ、うん、あとはもう手ぶらで来ていただければ、うん、そのままライブ配信ができると、なるほど、はい、ちょっと考えているので、うん、ぜひぜひ使っていただければと思います。めっちゃ興味あるな、それ、はい、俺も使おうかいや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 、そうなんですね、はい、それはあれですか、ノートパソコンのカメラでやるから、ね、そうです、はい、なるほどなるほど、うちのノートパソコン使って、はいはいはい、であと照明が使えるんですね、使おうと思えば、ああなるほど、そう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 、これね本当に大きいんですよね、うん、照明使ったら色変えたりもできるし、うん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 、まあそこまでがねどこまでできるか分かんないんですけど、いろいろそういう演出とかもできるので、まあ言うたらね、ほんまに自分で持ってくれば映像も出せるんで、はい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 、そういうこともできる、使えるんで、なるほど、いろんな感じで自分のその YouTube チャンネルが作れるのかなと思うんで、ぜひ利用していただいたらと思います。はい、はい、では、皆さんそういうのもどん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 なんかね新しいことをやっていってるみたいなので、そうですね、はい、はい、まあ、またその辺あれですよね、ホームページとかでもこういろいろ、はい、はい、出していったりとか、サイトとかで一応毎日ブログ更新とかしてるので、はい、その辺で見ていただければいいかなと。あと毎日マテリアル通信ですよね。マテリアル通信、はい、あ、そうですね、朝10時ごろ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 ですよ、ごろ、はい、はい、10時きっちりじゃできないと、うん、はい、10時ごろからの生ライブ配信、あれ生なんですよね。そうですよ、あれがだから要はこの、YouTube のやつをやってる、そのセットでやってるってことですね。そうですそうです、はい、うん、うちはやってね、そうですね、だからあれ結構映像綺麗ですもんね。綺麗ですね、うん、いや俺も見てびっくりしてたんですよ、あれ綺麗やんと思って俺のノートパソコン、まああれ2012年ぐらいのやつやから、まあしょうがないですけどね、うん、なるほど、そうなんですよ、あれ、あれ最新のやつですもんね。そうですそうですね、はい、な、ぜひご利用ください。いや、いいな、それ、はい、それ使えるのはすごいいいですね、はい、はい、ぜひ皆さん、使ってみてください。はい、お願いします。はい、ということなんですが、僕ね、はい、先週の配信のやつをメインテーマ、そのマテリアルの意味っていうか、はい、なんでマテリアルなのか、はいはい、話しましたね、話しましたよね、はい、で、マテリアルっていうのは素材で、はい、素材である、まあ、人間であったりいろんなものがその場でこうね出会うことによって化学反応を起こして、でいろいろ面白いことが起こるっていう話の中で、お芝居の話が出てきたと思うんですよね、うん、そうですね、で舞台例として、はい、で結構これね、僕らにとっては一丁目一番地の話というか、うん、はい、お芝居通じて何かを伝えていくっていうことを、うん、まあ、僕は映画というメディアを使って、はい、で、まあ、大坂部さんも当然その映像も使うんだけど、うん、舞台っていうところでやるため の、 その演劇やカラーズっていうのも、はいはい、やってはるわけですから、はい、まあ、舞台演出と映像演出って全然違うじゃないですか、ね、違いますね、ね、考え方というか見せ方が全然違うから、はい、だからそういう話ちょっと突っ込んで話してみたら面白いんちゃうかなと、はははは、前回のやつを振り返ってみて思ったので、はいはい、まあ、今回ちょっとその話してみたいなと思って今日来てるんですよね。まず一番違うのがね、はい、舞台ってそうめっちゃ広いじゃないですか、はいはいはい、まあ、広いというか、まあ、例えばこの空間でやったとしても、うん、例えばここに3人ぐらい人が立ってた、はいはい、でお客さんがその前にいる、でお客さんはまずどこを見たらええねんっていうところがあるじゃないですか、はいはいはい、でそれを役者さん の、 その芝居だったり、あるいはライトだったり、うん、あるいは音楽だったり、いろんなもので、うん、そのこう全体のこうやつの中からここ見てねっていう演出をかけて見せていくっていう形になるわけですよね、うん、はいはいはい、これって全然なんかある意味真逆というか、テレビとか映画とかってもうここ見てくださいっていうのをアップで映したりとかしますから、はいはい、どこ見たらいいか分かりやすいんですけど、はいはい、舞台ってなかなかそうじゃないですよね。そうですね、まあ、基本全体ですね。ね、そうですね、基本全体で基本喋ってる人です、うん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 、例えば喋ってる人がおって何人か出てて、でまあ2人でバーッと言い合いとかして、うんうんうん、で周りもいてる、うん、で例えば周りにいてるやつがこっちがバーやってるのに、なんかいらんことベベッとしたら動くなよっていうか、その絵には入ってるけど、はい、そのシーンの主役、もちろんその喧嘩してる人が主役じゃなくて、ここにおる人が主役やったらそういう動きをさせますし、うんうん、そのシーンの中への主役っていうのをやっぱ目立たせるような演技をさせないとお客さんは混乱しますよね、うん、
違うところにピッて目が行くとこっちの、ね、話というかが飛んじゃうと、はいはい、置いてけぼりになるので、やっぱそのシーンそのシーンで主役というかの、うん、演技っていうのを一番こう目立たせるような演出はしてますよ、うん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 、基本的にですよ、基本的にですね、はい、基本的はそうです、その全体明かりがついてる時は。僕ね一回ね すごいなと思ったのが、一回松竹座で松竹新喜劇を見せてもらう機会だったんですよ、一回だけでなんですけど、はい、でその時にすごいなと思った、僕一回の真ん中ぐらいの席やったんですけど、はいはい、まず始まったらどんちょがバーッと上がっていったら、はいはいはい、そこがね街中なんですよ、で真ん中に屋台っていうか、なんかこう引いて持ってきたなんか屋台 の、うん、八百屋さんみたいなのがあるんですよね、はい、でそこに近所のおばちゃんとかおっちゃんとかなんかがこう言い乱れてずっとガヤ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 って喋ってるんですよ。ところがね、ガヤガヤ言うてるだけじゃないんですよ、ほんまに喋ってるんですよね。そうですね、ほんまに喋ってる、ほんまに普通にやり取りしてて、はいはい、でどん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 なんかエスカレートしていくやつもおるしみたいなのがずっと続いてて、でしかもすごいのはね、声のトーンはそんなに高くないのに、うん、後ろの方までちゃんと聞こえてるんですよ、はいはい、何を喋ってんのかが。で、うん、実はそれが次のきっかけになって、この言葉喋ったら次こいつこう動いていくみたいなきっかけになってたりして、それがずっと続いてっていって最後一人になったら主役が出てくるみたいな、そういう演出になっててすげえなと思って、だからまず最初に街のにぎわいみたいなのを見せてるんだけど、喋ってる内容でその年代とかそういうの時代背景とか分からせながら、で最後登場人物が登場してくる頃にはもう僕らはその時代の中に入り込んでるみたいな状態なんですね、はいはいはい、おおすげえって思いながら、ね、最初のつかみですよね、うん、見てて、なんかそのガヤガヤ適当に喋ってたらええんちゃうと思ったらそうじゃないんですね、まあ、そうじゃないですね、やっぱり一人一人ちゃんと しっかりとその場面は生きないとあったんですね、ね、うん、そうなんですよね、バレますからねもうほんまに嘘はすぐバレますからねほんで違和感がある人の方が目がいっちゃうんですよ、なるほど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 、いらんことやってるとね、そうですそうです、そこに溶け込まないと、うん、真剣にほんまにやらないとあかんですけど、うん、言うと真実じゃないですか、はいはいはい、事実じゃないじゃないですか、うん、フィクションって、はい、でもそこは真実の話っていうか、うんうん、そこの違いというか、うん、ほんまにそこに生きないと、うん、絶対そこが嘘ついてたらそこだけ浮いちゃうというか、だからこの間ね、前回で大阪部さんが言ってたね、2人で喋ってる時にもう1人後ろから出てこなあかんかってんけど出てけえへんと、うん、でどないしようと思うんやけど、どないしようじゃなくてもそのままずっと喋ってて、はいはいはい、出てきたらそのままつながっていきゃいいっていうふうに言ってはったでしょ、はいはい、あれがまさにそういうことなんですよね、そうですね、だからもうその人物だから、その人物としての喋りをずっとやってるだけだから、はいはいはい、なんぼでも出てくると、うん、困ることはない、まあそれ以上ね長くなるとちょっと困るんですけど次のシーンがなかったそこにつなげようと思えば全然つなげれるし、うん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 、っていう話ですね、ね、うん、そうなんですよね、与えられた役もうちょい役でも何しようが、うん、もう絶対そこをもう 100% で生きないと絶対違和感出ちゃうので、うん、おかしかったらダメだね、やっぱり悪いとこが目立っちゃうんで、お坂部さんって結構俺ね群像劇好きな人かなと思うんですけど、あ、群像、そうですね、群像劇を今んとこは結構書いてますね、結構多いですよね、で、はい、で結構ね群像劇って大変やと思うんですよ、はいはい、出てくる登場人物少ない方が見せ方がすごい簡単という言い方はできないけど、うん、まあ集中させやすいじゃないですか、はいはい、だからたくさんなればなるほどいろんな喋りが入ってくるし、うん、いろんなストーリーが絡んでくるから、うん、整理せなあかんし見せるのも大変やと思うんですけど、はいはい、なんか気につけてはることとかってあるんですか。いや多分ねこれだけでいいのかなってって思うと思うんですよ多分、いやこれもいるかなあれもいるかな、はい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 、多分最初はなってたと思うんですよ、うん、最初はね、はい、だから結構ここの人の役も目立たせなあかんし、うん、でこの人の役も目立たせなあかんし、うん、っていうので結構群像劇書いたんですけど、うん、まあ一人に集中させろって言ったら 今はそれで書けるのは書けます、はいはいはい、やっぱその最初からまあ群像劇書いちゃったので、うん、そっち、まあ、楽といえば楽やし、うん、まあ、全体見せないとあかんから、うん、ボケちゃうんですよねやっぱり、はい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 、その主役を分散させる、なるほどなるほど、そこは結構言われたことがあった、はいはいはい、一応その主役、まあ、群像劇だけどその中の一番目立つ主役の人が変わっていく様っていうのを見せたいなっていうのもあって、
ていうところですね。だから群像劇を好んでるわけではないですけど、うん、まあ、そっちの方が好きというか、うん、こう脇役を出したくなかったって言います。なるほどなるほどなるほど。あ、みんなこう目立たせて、目立たせてあげたいって言ったらちょっとみんな目立ってほしい。はいはいはい、ドラマはあるんだみたいな。なるほどそれをやると分散しちゃうよって言われる意見もあるし、まあいいよっていう意見もあるし。はいはいはい、やっぱね、別れちゃうとは思うんですけど。なるほどな。後で高橋さん出てくるが、高橋さん、はいはいはい、また振ってみても面白いかなと思うんですけど、僕結構ね、群像劇好きなんですよ。僕も。はいはい、例えばラブアクチャリとか知ってます、ね、ラブアクチャリって十何人かの男女のクリスマスのお話なんですよ、はい、でくっつくかくっつかないかって、その十何人の中でくっつくくっつかないかある、はいはい、イギリスのお話なんですけど、とにかくその一人に絞ってじゃなくて、いろんな恋についていろんな角度から、はいはい、男と男のあれもあるしみたいな、もういろんなんか入り組んでるんですけど、はいはい、最終的にはものすごく愛って素晴らしいねっていう感じになってるんですよ、うん、もう僕結構あの作品好きで、はいはいはい、なんですか、群像劇の面白さっていうのがあるんですよね、うん、はい、そうですね、うん、なるほど、うん、ちょっと今日は群像劇に話がちょっとあれ言ってしまったんですが、ちょっとまたこの話はちょっと多分ね、もうこれもうだいぶ時間オーバーしてるので、そうですね、次回またちょっと次のテーマで、もうそうですね、うん、多分尽きないですよ、尽きない、全然尽きない、うん、でもねこのね芝居の話というか、実際にそれをやってる人たち同士で話をしてるのが多分僕一番面白いんじゃないかなと思うんで、はい、そうですね、まあその辺を踏まえて、うん、まあ、お客さんがそういうところどういうところが聞きたいのかっていうのを、なるほど、質問ね、はい、ちょっと考えながら僕らも喋っていきたい、はい、そうですね、うん、そういうふうに作ってんのかとか、あ、なるほどねとか、そういうふうに思ってほしいですもんね、うん、そうです、その辺を考えながら話したらやっぱ もっと面白いかな、なるほどなるほど、ちょっとじゃあまたこれ次回も引き続きこんな感じの内容にしたいなと思うんですが、もうちょっと論点整理しながら喋ってみたいと思います。そうですね、まあ演技というか、まあまあね、そういう人に見せるこう作品のことについて、演じ方とかそういう演出の方法とかね、はいはい、わかりました、はい、でははいはい、今日もやってまいりました、あゆさんのコーナーですか、はい、皆さん来るんですか、はい、こんばんは、ゆっさんです。678にご好評いただいたインスタランチのメニューです。お、うん、半額をやってたんですね、はい、678に半額をやっていて、はい、これで250円です。これで250円、もともとは500円の商品なんですけど、これね、その3日間だけは250円だったんですよ、はい、ほう、でこれをまた7月の27、28、29にも行いたいと思っております。はい、やりますよ。はい、やりますよ。店長、それまた店長がびっくりしますから、ね、はい、またやるんですか。やります。はい。はい、200円の商品が250円の半額になります。頑張ってください。はい。それはまた条件は一緒なんですか、はい、条件、はい、一緒になりまして、じゃあ条件また条件、はい、はい、2つございます。はい、Google 検索でムービーズカフェマテリアル谷町と検索していただいて、はい、お知らせのところに、お知らせの画面を見せていただきます、はい、でそこに口コミがありますので、口コミを書いていただくのが一つ目の条件、うん、はい、でもう一つの条件は LINE アットの登録がもう一つの条件となります、はい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 、2つの条件していただいたら、はい、半額になります、うん、はい、また分からなかったら私たち一緒に手伝いながらさせてもらいますので、はいはい、ぜひお越しいただいてからでも大丈夫なので、はいはい、まずはお越しいただいて、お越しいただきたいです、はい、お越しいただいて、お越しいただきたいので、はい、皆さん、はい、相当お越しいただきたいみたいです、はい、お越しいただきたいので、はいはい、もうまさにカモンマテリアルだね、カモンです、カモンです、カモンです、はい、カモンマテリアル、ちょっともうちょっとセクシービーム出した方がいい、そうですかね、色系 で、あもうで、はい、その LINE アットなんですけど、 LINE、はい、アットを取ってくれたら、はい、うちのショップカードにつながってるんですよ、あ、はいはいはい、ポイントが入りますですよね、はい、ですよね、はい、で20ポイント貯まったら、うん、500円引き500円引きです、はい、じゃあこれそうです、これはまあ、これは別なんです、あ、別か、はい、これは別です、うん、この3日間は、あ、この3日間はね、はい、この3日間もそりゃそうですよね、はい、でも3日来てくれたら3ポイント入るの、おー、素晴らしい、はい、でも入ってくれた時は1ポイントおまけについてるので、うん、
初っ端は2ポイント入ってる、はい、おお素晴らしい、はいはい、でそれ20ポイント貯まれば500円引きにさせていただいてますので、はい、素晴らしい、ぜひぜひあの LINE アット登録お願いします。お願いします。はい、はい、まあ、27、28、29もお待ちしておりますので、はい、はい、では帰ります。時間の方はそうですね、11時から14時の時間になります。はい、はい、でブックカフェの方も17時までやっておりますので、はいはい、どうぞお越しください。はい、はいはいはい、ではさよなら。はい、さよなら。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 下げときまーす。はい。こんな商品でーす。はい。はい。はい。さあ、それじゃあ、いつものコーナーですね。はい。はい、映画コーナーです。高橋さん。高橋さん。はい。お願いしまーす。はい、こんばんは。こんばんは。知らん。コミュニケーター高橋由紀です。はい、よろしくお願いします。シネマ 2U の子でございます。はい、もうバッチリこれね。すいません。はい、今日は、先ほど群像劇の話されてますけど、はい、群像劇ではございません。はい、まず群像劇を紹介させていただきますが、ね、はい、前の引っ張ってね、はい、坂部さんが、はい、今夜ロマンス劇場で、はいはいはい、気に入ったということなんですけど、はいはいはい、もっと他にも一緒のようなんかあるということで、はい、一緒のようなんかあるということで引っ張ってまいりますけども、はいはいはい、1本目はですね、これですね、はい、ウッディ・アレン監督の「カイロの紫のバラ」です、はい、これだけ見てもらっていいですか。はい、はいはい、1985年のアメリカ映画で日本公開は1986年です。今年ウッディ・アレン84歳ですね、もうね。お、はい、そうなんだよ。そうです。これで、まあ、1977年のアニー・ホールがね、アカデミー賞、作品賞とか監督賞、脚本賞を取って有名になった監督ですね。で、ウッディ・アレンはな、日本で公開した時、なぜかウッディ・アレンの何々っていうね、大名、ね、多いですね。そうですね。あの、だからウッディ・アレンで引っ張るっていう ね、 そうですね、なんですけどね、うん、まあ、今年はですね、7月3日から、レイニーデイン・ニューヨークというのが公開の出ます、うん、はい、それを見ていただきたいんですけども、このカイロの紫のバラはアカデミー賞では脚本賞にノミネートされました。受賞はしてないです。その代わり、ゴールデングローブ賞で脚本賞を受賞しました。主演はミア・ファロー。ウッディ・アレンの作品に多く出てるんですけども、あのローズマリーの赤ちゃんですね、でナイフ殺人事件、そしてオーメン666に出ております。そして相手役がジェフ・ダニエルズ、ジム・キャリーはミスター・ダマーの相棒役と、はいはいはい、スピードの相棒役、アイボヤフが多いんですけどね、出ておりますけども、はい、これは結局ね、これもあのその女、夫婦仲がちょっとうまいこと言ってない女性の方が、うん、カイロの紫のバラっていう映画を映画館に見に行ってハマってしまうっていうまずあって、うん、そのカイロの紫のバラの、中の役の人が映画から出てくるわけです。おー、本当はそしたらそのカイロの紫のバラを作ってる監督が、これは大変や言うて、これ現実の世界ですね、はい、映画館にやってくる。で、今度そのカイロの紫のバラを演じてる役の俳優さんが今度現実的に一緒にやってくるという、これダブルで出てくるってことですか。そういうことです。これが面白いですね。おちょっと多分ロマンス、コメディ、コメディ、これコメディですね。でもまあラブコメディということで、ね、ウッディ・アレンそんなラブコメなんかやってて、うん、もともとでもラブコメですよ。今も我々どっかでラブコメがね入ってますけどね。これ非常にそういう、ちょっと映画が出てくるのに、はい、その演じてる人がまた演じてる役で出てくるので、うん、こう二重になっております、うん、はい、ぜひとも見ていただきたいなと思います。配信とか DVD に出ています。はい、ありがとうございます。これは女性バージョンでしたけども、はい、もう一つが、はい、こちらですね、はい、ラストアクションヒーローですね。はい、来ました。1993年ですね。来ましたよ。ジョン・マクティアン・ナン監督でございますけども、はい、ね、プレデターとかダイハードとかね、デッドクドバー多いよ、はい、作ってましたけども、はい、この作品が残念な作品でございました。残念な作品。ね、その勢いで行ったのに、ラストアクションヒーローということでね、はい、ちょっとヒットもラストになってしまったということでございますね。はい、これもね、少年がですね、はい、劇中のアーノルド・シュワツナガー演じる映画を見に行ってるんですけども、はい、またこれもその、シュワちゃんが演じてる役の方がまた出てくるわけです。いやいやいや、画面から。ほんで今度は、ね、出てくるんですけど、今度少年がですね、映画の中に引っ張られてしまう。ああ、はい、そうやったね。で、今度この、で、今度アーノルド・シュワツネッガーがまたアーノルド・シュワツネッガーとして出てきたんですよね。まあ、先ほどの話と一緒ですよね。で、その中でいろんな人、アーノルド・シュワツネッガーと関係があります、シャロン・ストーンとか、氷の美少の服で出てきたり、ターミネーター2の T1000 でしたね、はい、あの人がそのまま警官役で出てきたり、そういうコメディーも言いながら、まあ、今現実と、映画と
もうふっくるめてめちゃくちゃになってしまうという、うんうん、はい、MC 浜とかも出てますね、はい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 、ジャンクロード・バンタムっていう、ね、懐かしいな、はい、これだからラストアクションヒーロー出た時はあの制作の時は 3D っていうのがなかったんですけど、はい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 、それをまあ 3D じゃないんだけども、うん、3D っぽくね、 3D っぽく、はいはい、あの CM で覚えてるのが、はい、あの投げいや手裏剣やったっけ、あのホークあの斧がぐるんぐるん回りながらこう飛んできて少年の後ろに刺さるみたいな、でもそれがまあ今で 3D を表現してるんでね、実際まで映画館では 3D 映画の画面から飛んできたやつがって気付いたら自分の後ろに刺さるみたいな、はい、ね、ラストアクションヒーローね、スワちゃんもこの映画になってしまいましたけどね。ね、いやいやいや、このあといろんなやつを出ますけども、はいはいはい、これちょっと日本見てもらうと、ちょっとまあ、はいはいはい、ロマンス劇場と少しは違うんですけどね、はい、彼の紫のバラなんかは非常にいいかなと思いますんで、はい、この映画と現実が分からなくなるという世界を感じていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、いやいやいや、いいですね。いやいやいや、いいですね、やっぱりね、はい、あのまあまあ昔の映画は全部いいとは言わないんですけど、はい、でもなんかそのやっぱり昔見た映画でいい映画ってやっぱたくさんあって、うん、そうですね、うん、やっぱ僕らの中にもそういうものが染みついてたりとかするので、うん、まあ多分小坂部さんもそうだし僕もそうですけど、やっぱどっかでそういう映画をこうまた再現するんじゃないですけど、うん、あのちょっとあのインスピレーションもらったりとかしながら、はい、まあ、作ってんじゃないかなと思ったりはするんですけどね、はい、はい、ということで、エンディングなんですが、はい、はい、まあその7月もね、もうなんだかんだ言いながら10日、はい、まで来てます、はい、で、まあ、今月来月一体どうなってんのかなってよく分かんないんですけど、はい、そうですね、うん、あの僕もね、あの今度9月にちょっと撮影で東京に行くことになって、はいはい、一応決まってるんですけど、行けるのかなっていうのがちょっとドキドキしてたりとかはするんですけどね、はい、あの本当に早く収束してほしいなと、そうですね、思います、まあね、そのコロナ以外でもその災害がね、うん、やっぱり日本、まあ、ちょっとちらっと聞いたんですけど、うん、あの世界の面積、ね、うん、日本って 0.28% らしいんですね、面積、あ、面積がね、はい、でも災害が起こるパーセンテージって世界で起こる災害の 20% 日本らしいです、ね、面積 0.28% が災害が 20% 日本で起きてるっていう、そういう災害の国なんでね、えげつないですよね、はい、まあ、本当に何やろ、もうこの去年一昨年ぐらいからか、そのちょっと前ぐらいからか、本当にあの梅雨って言ってもなんかあのもう台風並みのなんかすごいのが来たりとか、台風以上ですね、え、だって1ヶ月に降る降雨量が1日で降っちゃうみたいな、もうそんなのがなんか当たり前みたいになってきてるんで、本当に なんていうやろ、その命を守ってくださいとか、そのね、命を守る行動を取ってくださいとかよく言われるけど、まあ日頃から本当にしっかりとそういうことを対応してないと、そうですね、今後はどうなるか分かんないっていうのが、はい、自分自身がね、本当にそう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 なんですよね、うん、はい、あの皆さんもくれぐれもお気をつけいただきたいと、ね、はい、いただいて、はい、思います、いろいろ楽しんでいきながら、そうですそうです、はい、あのとは言いながらね、ずっと怖い思いばっかりしてるわけにもいかないんで、そうですね、あの楽しんでいろんなことを実現していきたいなと思うんですけども、やっていきましょう、まあ、そういう場所としてこの、はい、マテリアルね、カモンマテリアルで本当にどんどんいろんな人に来ていただいて、そうですね、楽しんでいただきたいなと思うんですけども、はい、はい、では、また次回ですね、はい、7月17日配信になりますので、はい、皆さんお待ちしてます、どうも今日はありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。